なんか実感湧かねえけど、俺たちってすごいんだよな。そりゃそうだろ、ベスト4だぞ、ベスト4。今日勝てば決勝だぜ。それにしちゃ女の子のファンが一向に増える気がしないんだよな。こうもっと黄色い声援が。そうそう、こんな風に。ってなんだ、どっからだ。あ、あっちにすげえ数の女の子が溜まってるぞ。どうやらあっちからフランスチームの連中がお出ましみたいだぜ。多分ピエールのファンの子だよ。あれ全部が。フランスじゃどこに行ってもああだったけど、アメリカでも相変わらずみたいだね。ドイツだとシェスターがあんな感じだな。羨ましくないと言ったら嘘になるたい。美咲、ここまで勝ち抜いてくれて嬉しいよ。ティエール、約束通りこの大会で決着をつけることができるな。うん、この試合を楽しみにしてたよ。いいゲームをしよう。ああ、ベストを尽くそう。君が全日本のキャプテンだね。今日はお手柔らかに。よろしく、いい試合にしよう。おい、あのファン集団こっちにすごい勢いで来るぞ。おっと、それじゃあ失礼、また試合で。今日はあのピエールと中盤の勝負になるだろうな、翼。ああ、楽しみだよ。よし、みんな、いよいよ準決勝だ。今日の相手のフランスは大会開催地を奪われた悔しさをバネにチームを強化し、ここまで勝ち抜いてきた。特にキャプテンのピエールは攻撃も守備も全てにおいて弱点がなく、オールラウンダーとして完成されている。そして選手としてだけではなく、そのキャプテンシーも大会屈指だろう。そしてピエールと並んで注意すべき選手はフォワードのナポレオンだ。強烈な回転のかかった威力あるシュートを武器に、ここまでのフランスの得点のほとんどは彼が挙げている。これまでの試合、我々は相手のエース選手を抑え込んできたが、今回はそのクラスのエースが2人いる。相当な困難が予想されるが、このピエールとナポレオンを抑え込まない限り、こちらの勝利は遠い。絶対にフリーにしないよう常にチェックを怠るな。はい。さらにもう一人、ディフェンダーのジャンも要注意選手だ。彼はこの大会のために招集され、その類いまれなるダッシュ力と読みで数々の反撃を防いできた。彼によってチームの弱点だったディフェンスラインは強化され、守備にも奔走していたピエールが攻撃に専念できるようになり、ピエールがゲームを作り、ナポレオンが得点し、ジャンが反撃を防ぐ。シンプルな戦術だが、だからこそこれを破るのは難しい。それはここまでの彼らの結果が証明している。だが今の君たちの姿は、もうアメリカに渡ったばかりのいくつもの強豪を倒してきた君たちの力もまたすでに証明されている通りだ。決勝、そして世界一はもう目の前だ。自分たちを信じ、勝利でその力を証明してくるんだ。はい。みんな、少し聞いてほしい。どうしたんだい、美咲。今日の試合、ピエールのマークは僕に任せてほしいんだ。珍しいな、お前からそんなこと。前に一度話したけれど、ピエールとはフランスで1対1の勝負で引き分けたことがあってさ、その時この大会で決着をつけようって約束したんだ。きっとピエールも僕との勝負を望んでいると思う。だからわがままかもしれないけど、
俺も賛成だぜ。美咲の気持ちはよくわかる。小四郎、男として1対1の勝負も重要だ。ライバル同士で決着がつけられなきゃ試合に勝っても悔いが残るぜ。ありがとう小四郎。わしも美咲の男気は受け取ったたい。まあ美咲がピエールをやってくれるならナポレオンは俺らディフェンダーがしっかりと抑えてやるぜ。美咲くんなら安心して任せられるよ。もしもの時はみんなでカバーするから思い切りやってきなよ。ありがとうみんな。それじゃあみんな元気出していこうぜ。ああ、行くぞフランス。決勝へ行くのは俺たちだ。美咲、ついに決着をつける日が来たな。今日は君に勝ち、そして試合にも勝つ。そのための準備を俺はしてきた。なんだとてめえ、もういっぺん言ってみやがれ。一度でわからないのか。本当に君の頭の悪さは想像を絶するよ。何？そうやってすぐにカッとなるから何度も懲りずに出場停止を食らうんだ。大体何だって君みたいな暴力的な男がこの代表にいるのか僕は疑問で仕方がないよ。うるせえ、もう許さねえぞ。二人とも試合前だぞ、やめるんだ。お前には関係ねえ。キャプテンに向かってその口の利き方は何だナポレオン。いい加減にしないか。みんながこの大会にかける気持ちがどれほどのものか知らないとは言わせないぞ。悪かった。試合に集中してくれ。そんな気持ちで勝てるほど日本は甘いチームじゃない。みんなもいいか、今日の相手日本の力は本物だ。バンクルワセやダークホースなんかじゃない。紛れもなく大会を代表する強豪だ。気を引き締めてかからない。ナポレオン、ジャン、二人は攻守の要なんだ。しっかり頼むぞ。ああ、守備は僕に任せて安心して攻撃してくれ。何点でも取ってやるから任せときな。俺こそがナンバーワンストライカーだって証明してやる。ああ、俺たちは大会を奪われたあの日からこの大会の優勝を目標に力いっぱい走り続けてきた。その目標まであと2つ。必ずこの大会に優勝して。ああ、さあ熱戦の続くジュニアユースワールドチャレンジもいよいよ準決勝と決勝を残すのみとなりました。本日行われる準決勝最初の試合は日本対フランス。準決勝まで駒を進めた日本の躍進を大会前に誰が想像していたでしょうか。日本はこのアメリカに渡ってからというもの一試合戦い抜くごとに確実に力をつけ今や世界を驚かせるまでに成長しました。優勝候補と呼ばれる国をも倒したこのチームは立派に優勝を狙える存在になったと言えるでしょう。対するフランスは驚くほどの完成度を誇るチーム。大会得点王を狙うストライカーナポレオン君、いまだ大会無失点の守備を支えるジャン君、そしてこの攻守2枚の強力な駒を指揮するフランスの将軍、万能のゲームメーカーピエール君、こういった有力選手の高い能力はもちろんですが、さらに彼らはそれはジュニアユース国際大会の母国開催を逃した悔しさ、それがこの大会に対する強い思いと熱意となり今日の試合に勝ち決勝へのチケットを手にするのは日本かはたまたフランスか。いよいよキックオフです。美咲、試合前の約束お。もちろん僕は逃げも隠れもしない。君との勝負に勝って試合にも勝つ、決勝へ進むのは僕だって負けるつもりはないよ。おい、いつまでやってんだ、早く始めようぜ。ナポレオンもよろしく。無駄だとは思うが。
翼くん、あのナポレオん？あ、この前の試合で見せたピエールとのコンビプレイだね。うん。じゃあこの試合、美咲くんとピエールの対決だけじゃなく、俺たち二人とあの二人の対決でもあるね。俺たちは誰にも負けないコンビだって見せてやろうぜ、美咲くん。うん、翼くん、一緒に頑張ろう。よし、行くぞフランス。さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。全日本対フランス、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。さあ、大歓声の中、両チーム選手の入場です。表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチーム今行くぞ、美咲、日本ここ来い、ピエール。美咲くんは俺がフォローする。ドリブルと見せかけてパス、パスを回す、翼くん、君は僕が止める。これは何で負けるもんか。アモロ君、ボールはまだ生きている。ボールを持った、クロスを上げた、あっとこの位置でバスケット。美咲、君との勝負のために俺は新たな力を身につけた。行くぞピエール。美咲、君じゃ今の俺には勝てない。これが俺のエトワールルーレットだ。そんな、ここはパスを出した、翼くん、ここからチャンスを作れるか。なんだ、君も大したことないな。あっと、ドリブルは見送る。ここはパスを出した、翼くん、くそ、ボールは友達、離しません。これは南米式のドリブルだ。勝利の意思を描け。これはスライダーの力を込めたドライブシュートだ。アモロくん、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。パスをもらった、マラくん、ここは抜かす。油断したか。あっと、奪い返した。守備陣の隙間を狙う、ジンコパスタイン、激しいタックル。ここはパスに切り替えた、
フランス、ここでスローインを得ました。ピエール、パスを出した。これはタッチを終わります。スローインでのリスタート。よっ、ボールを置かず、ミサキ君、横にかわして突破。横をすり抜けた。僕が決めるんだ。全身ワンのシュート。アモロ君、これはキャッチできない。こぼれ球を戻りした。そんな、フランス、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。ダメだ、これが美獣のドリブルだ。それ早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。セッタ君、これは超絶のドリブルだ。あっと、奪い返した。ナポレオン君、パスを回す。あらとぶつかっていった。そら、よっしゃ。カネーリ君、激しいタックル。これだけ振り切った。マサオ君、ボールを奪うことができません。ブラボー君、これだ。センターラインを越えて攻め込む。チャンスが決まった。ジトー君、ここはパスに切り替えた。見たか。ヒューガ君、連続突破で見せます。フランスの盾など俺が決す。これが俺のネオタイガー。そしてゴールのシュート。ショート飛びで鋭く反応。ゴール隅に突き刺さった。俺は世界一のストライカーになるんだ。どうだ。これが俺のネオタイガー。それマサオ君、ボールを狙うも届かない。セバサ君、これは難易度式のドリブルだ。ジャン君、スライディングでカット。鋭いスライディング。よし、ミサキ君、横にかわして突破。ドリブルでボールを運ぶ。ツインシュート。セバサ君、息の合った連携から2人でシュートに持っていった。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。どうだ、翼くん、お箱のヒールリフトだ。さあ、ボールを抑えた。ヒューガくん、ここは抜かせません。激しいタックル。ナポレオン、エースキラー、ソーダ誠が相手だ。貴様ランズリ、素早く横にかわす。行くぞみんな、突撃だ。一斉突撃だ。よっしゃ、ソーダ君、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。ここは抜かせません。激しいタック、力を込めて強烈なシュート。やめるな。これも取った。ソーダ君、ここはパスに切り替えた。よしよし、よしみんな、前半の戦いぶりは見事だったぞ。しかしフランスのこの大会にかける執念は凄まじい。最後まで絶対に気を緩めるな。はい。みんな、ごめん。僕がピエールを抑えられてればもっと楽な試合展開だったのに。何言ってんだよ、勝ってるんだから気にするなって。ああ、ピエールは明らかに美咲に注意を向けてる。うん、ありがとう。でもそんな、美咲くんだってこの大会期間中たくさん努力してきたじゃん。何があってもみんなでカバーする。だから美咲くんは努力の成果を。翼くん。ああ、試合はまだ終わっちゃいねえ。決着をつける時間はまだあるぜ。小次郎もありがとう。そうだ、僕は負けたくない。みんなに迷惑をかけたくない。だからどうしても気持ちが縮んで
動きも小さくなってしまっていたんだ。もしも失敗しても、僕がピエールに負けても、みんながフォローしてくれる。だから、強い気持ちで思い切り行くんだ。しかし、ピエールはもちろん、ナポレオンも注意しなくちゃな。ああ、プレーは荒っぽいが、それだけじゃないな。ディフェンダーの目で見ると、プレーの状況判断も悪くはない。そのピエールとナポレオンだけど、ココはもちろん、コンビプレーにも注意が必要だろう。後半も引き続き、エッフェル攻撃と2人のシュートには気をつけよう。それだけじゃねえ。あのジャンってやつも油断ならねえぜ。確かに、彼が後ろに控えていることで、あのマークを振り切らないことには、これ以上の追加点も簡単ではないですね。うん。逆に言えば、フランスの守備は彼に依存しすぎている。後半はそこをついていくのもいいと思う。お、さらに勝ち神とはいえ、全体のバランスで見れば、僕らとチームの力自体にそう差はない。だからこそ、油断やきっかけ一つで、簡単に逆転を許してしまう。後半のフランスは、前半以上に死に物狂いで来るはずだ。美杉君の言う通りだ。この試合、勝っているからって、よい、もう一度試合を始めるくらいの気持ちで、気を引き締め直して、頑張るぞ。そしてこの試合、勝とう。勝って決勝に行くのは。おう。なんだなんだ、ディフェンスは任せろとか言ってたヘボディフェンダーはどこのドイツだろうな。そいつが仕事しねえから負けちまうよ。そういえば、試合前に何点でも取ってやると体現総合を吐いていたフォワードがいたな。そいつが1点でも取れば試合展開も違ったろうに。まさか自分の無能を人のせいにするような意気地なしだったとはな。なあ、そう思わないか。抜かしやがるじゃねえか。くっ、ピエール気は済んだか、ナポレオン。ジャンモだ、仲間同士、これ以上争って何になる。そもそも二人が争う必要などない。前半苦戦した責任は俺にあるんだからな。ピエール、俺のゲームメイクがうまくいっていれば、俺たちのリードで折り返せたはず。それに俺が攻撃にかまけすぎて、知らず知らずのうちにディフェンダーに負担をかけていたんだ。そんなことはない。守備の責任は僕にある。ピエールの前じゃしおらしいこと言うじゃねえか。悪かったよ、ジャンはよくやった。だが、だから後半は方針を切り替えて、俺も守備に参加する。待ってくれ、ピエールにそんな負担をかけるわけにはいかない。確かに前半はやられましたが、後半は絶対に。ジャン、これ以上失点すれば本当に勝ち目がなくなるかもしれない。この大会、俺たちは何としてでも勝たねばならない。君に本物の自信と誇りがあるならば、彼らの強さを認められるはずだ。分かった、キャプテンに従おう。みんな、後半チャンスが来たらあれをやる心づもりをしておいてくれ。何？え、本当に？ピエール、おいおい、決勝まで隠しとかなくていいのか。今日の試合に勝たなければ次もないんだ。出し惜しみをするべきじゃない。確かにな。君たちも感じたと思うが、日本は強い。しかし自分を、チームメイトを信じてプレイすれば、そして最後に勝つのは俺たちだ。ああ、行くぞピエール。後半戦キック、来るのか美咲。松山君、美咲君、後ろには俺たちがいる。よし、ヒューガ君、セッターラインを越えて進む。よし、止められない。ヒューガ君、シュートまで持ち込めば全て吹き飛ばされるのに。ここか、俺は反応しているぞ。おお、隅に突き刺さった。まさに必殺、俺は絶対に負けん。よし、よし、食らえ。
成長は想像以上だった。だけど僕もこの日本代表で努力を重ねてきた。行くぞピエール、今度は僕が勝つ。来い美咲、君は俺が止める。何これは。マサオくん、やったやったぞみんな。ジャンプ一番かわした。マサオくん豪快にシュート。ここか。アモロくんゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。タックルが炸裂。いけ、それそんな。これがビジナポレオン。行くぞナポレオン。ここはパスだ。目指すは塔の頂上だ。15分が経過しました。ヒューガ、ここからラストスパートをかけてくるか。ヒューガ君パスを出すと、翼君これは南米式のドリブルだ。ジャン君ボールを狙うも届かない。いけ、抜き去った。ボッチ君次々にかわしていく。必殺のドリブルだ。若林くん横に飛んだ。横飛びで抑えた。ソーダくんここはパスに。今の俺は誰にも止められん。このスライディングが決まった。見たか、フェイントだ。ヒューガくんここはパスに切り替えた。これだ。セバサくん、これは南米式のドリブルだ。今だけ最大限の力を振るドライブシュートだ。横跳びで鋭く反応。アモロ君ゴールを守った。翼君ここで奪った。得意のヒールリストで抜いた。両者激しく激突。両者譲らずボールは真上で空高くで火花を散らす。これはどちらが勝つのか。これは反応しているぞ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。あっと奪い返した。翼くんここは抜かせません。センターラインを越えて攻め込む。これは南米式のドリブルだ。スライディングで止めた。ここはパスを出した。それこいつだ。
ナポレオン君、ここからチャンスを作れるか。翼マルセル君、行くぞ。ボールを奪った。素早くつなぎます。翼君、なんだこれは。何でもらった。ジャン君、スライディングでカット。ボッシュ君、ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。もらった。止められない。よし、舐めるな。レオタイガー変動。ここから横に飛んだ。ゴール隅に決まった。まさにこのためにグラウンドに立っているんだ。見たか。レオタイガーショット。ここか。もらった。もらった。スライディングでカット。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。1まであと一歩だぜ。ああ、長い戦いだったが、もう少しだな。本当だ。僕たちはこの大会中にこれだけ世界に通用するチームになったのか。おう、もう最低でも準優勝だからな。何言ってんだ兄ちゃん。ここまで来たんだ、優勝しようぜ。そうたい、目標は優勝。これ以外はありえんたい。ああ、俺たちが世界一だって証明してやろうぜ。みんな、すまん。俺のせいだ。ナポレオン、あんなこと言って、俺がもっと点を取っていれば。気にするな、ナポレオン。フランスがここまで来られたのは、お前のおかげでもある。相手が一枚上手だった。ただそれだけだ。ジャンに慰められるなんて、クソ、悔しくて泣けて。強がりが出るなら大丈夫だな。泣くな、ナポレオン。こういう時は敗者だろうと。ピエール、悔しさはみんな一緒だ。負けはしたが、誰一人欠けてもフランスはここまで来られなかっただろう。そう、みんなも俺たちは全力を尽くして正々堂々戦ったと。ああ、潔く負けは認めよう。さあ、誇り高き敗者として日本にエールを送りに行こう。くそ、しょうがねえ。敗者には敗者の礼儀ってもんがあるからな。君が礼儀だ。うっせえ。美咲、おめでとう。悔しいが、今日はやられたよ。ピエール、うん、ありが、でも今日の僕はピエールに勝ったとは言えないよ。いや、1対1の勝負イコールチームの勝負。今日は俺の負けだが、俺たちの勝負はまだ始まったばかりだ。うん、僕たちがサッカーを続ける限り僕らの勝負も続くよ。またいつか、今度は俺からの挑戦だ。その時は受けてくれるな。もちろん、
その時を楽しみにしてるよ。俺もだ。決勝戦も頑張れ。絶対に優勝しろよ。うん、ありがとう。フランスの分まで頑張るよ。じゃあまたな。うん。ピエール、すごい選手だったよ。キャプテンとして俺も見習うべきところの多い人間だった。うん、本当に手強いライバルだよ。けどこれでまだみんなと一緒にサッカーができるんだね。そうさ、美咲くん、あと残す一戦。うん、優勝でこの大会を終えて最高の思い出にしよう。うん。よくやったぞ翼、お前は本当にすごい選手に成長している。もう俺などいなくても。もしもし、ロベルト。バルバス監督、この前の試合は君の忠告通りになってしまった。翼大空、彼がうちのディアスと互角以上に渡り、実はその翼大空だが、彼をアルゼンチンのプロリーグにスカウトしようと思っていてね。え？アルゼンチンの宝ファン・ディアスとあれだけの戦いができるんだ。アルゼンチンでも彼のプレーはきっと通用。ちょうどディアスは今シーズンからプロのトップチームでプレーする予定だ。翼ほどの才能ならばそこでディアスと競い、今よりももっと力を伸ばすことができるだろう。もしも翼が日本一のサッカー選手になるつもりなら3年後でもいいんだが、紛れもない世界のトップを目指すならば3年後では手遅れだ。今世界に羽ばたくし。お願いです、翼は。ブラジルへ渡り、ロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。俺はブラジルへ行って世界一のサッカー選手になるんだ。ロベルト。ああ、すみません。そういえば翼は君の教え子だと言ったな。なぜその時彼をブラジルに呼ぼうと思わなかったんだ。あ、まあいろいろと。そうか、ならばそれ以上は立ち入るまい。とにかくこの大会の決勝が終わるのを待って、私は翼大空に正式に契約を申し込むつもりだ。翼がアルゼンチンへ。そういえばロベルトはまだアメリカにいるのか。ええ、監督をしている少年サッカーチームの親善試合で他の州にいます。そうか、では都合がついたら久しぶりに食事にでも行こう。それじゃあまたな。翼、翼、俺は。いいか、みんな、前の試合までみんなの意思を尊重してそれぞれが好きなようにプレイするのを認めてきた。しかし今日は違う。各人がバラバラに戦っていてはいくら俺たちといえど勝てる相手ではない。個人の世界へのアピールタイムは終わった。今日のドイツ戦は全員一丸となって勝ちに行く。あ、今日のブラジルは今までとはレベルが違う相手だ。しかし我々の力があれば勝てない相手など世界中に存在しない。
自信を持っていけ。はい。さ、こいつは。ブラジルとドイツか。次はどっちかと当たるわけだけど、そのことを忘れて見ちまいそうな組み合わせだ。さて、どっちが勝つだろうな。そりゃドイツだ。ブラジルも強いが、選手の層の厚さが違う。でも、俺が見るところ、ドイツは中盤から前はすごく強いけど、ディフェンスはちょっと落ちる。ブラジルは守備が安定しているし、攻撃にはカルロスの突破力とシュートがある。ブラジルにも十分チャンスはあると思う。譲らないね。お、両チームの選手たちが入ってきたぜ。誰だ、あのドイツのゴールキーパー。でかい、2メートル近くはある。まさか、やつは幻のゴールキーパー、デューター・ミューラー。ああ、ドイツのサッカー界で噂されているゴールキーパーだ。ある時、ドイツのプロリーグの優勝チームが山奥の小さな村でミニキャンプを張った時に、村のチームとエキシビションマッチをしたんだ。最初はプロの選手も遊び気分だったらしいが、途中からは本気になってシュートを何十本も打った。それは村のチームのゴールキーパーだったミューラーがプロのシュートを全て防ぎ切ったからなんだ。プロのシュートを。ミューラーの実力を見たプロチームの監督はその場でプロに誘ったんだが、やつは山を降りることを嫌ってその誘いを断った。ドイツの山奥に住む15歳の天才ゴールキーパー、デューター・ミューラー。それが幻のゴールキーパーの伝説。でもよ、それ噂なんだろ、本当なのか。それはこの試合ではっきりするだろうぜ。さあ、ドイツのキックオフで試合が始まりました。一方のブラジルは珍しくゴール前の守りをがっちり固めている。ドイツの…くそ、これじゃあ簡単にはエリア内まで。なら、俺のシュートでこじ開けるまでだ。あと、シュナイダー君、やや遠目からだがシュートに行く。ジーニョ君、打てば決まっていた。やる。これが噂のファイヤーショットか。さすがにすごいな。なんかボールが焦げ臭いや。あのブラジルのゴールキーパー、ファイヤーショット。相手が固めたところを抜けていく、それが俺のテクニックさ。アイネ君のドリブルは今日も好調。ブラジルディフェンスを翻弄する。そんな調子がいつまでも続くと思うな。ここでアルベルト君のタックルが炸裂。カルロス、ここでボールがカルロス君に渡った。お前に仕事はさせねえぜ。シュッター、カルロス君、カルツ君を抜き、シュッ。なに、取りました、デューター・ミューラー君。カルロスのシュートが止められた。あれがミューラーか。
ルツ君のタックルがカルロス君を引っ掛けてしまった。ペナルティーエリアすぐ外からのフリーキック、ブラジル、これは願ってもないチャンスだ。すまん、わしとしたことが。いや、あのまま抜かれていたらもっと決定的なピンチだった。シュナイダー、このフリーキックを蹴るのはやはりカルロス君でしょ。ドイツ守備陣、ゴール前に壁を作ります。壁はいらん、かえってシュートが見にくくなる。な、本気かよ。ミラ、任せたぞ。あっと、ドイツ壁をすべてどけた。これではブラジルにみすみす決定機を。俺にその態度後悔させてやる。行くぞレオ。おう。さあ、レオ君が蹴り出したボールにカルロス君が走り込む。全くのフリーから渾身のシュートだ。くらえ。何？止めた。カルロス君の渾身のウィニングショット。ミューラ、今だ、俺にボールを。いいだろう。ミューラー君、素早いスローイングでシェスター君にパス。行くぞ。さあ、ドイツの逆襲、シェスター君が上がっていく。それをブラジルの選手が追いかける。はい、ドイツ国内の大会で負けたこと、そして代表でポジションを奪われたこと、嫉妬と言われたら言い返す言葉もない。しかし、お前のリハビリに励む真剣な姿勢やサッカーに対する情熱を見て、ハイネ、お前は素晴らしいサッカー選手だ。シェスター君、これはうまい。ブラジルディフェンスの狭い隙間を通してハイネ君にボールを。行け、ハイネ。ブラジルを切り裂けるのはお前だけだ。シェスターさん、行くぞブラジル。ドリブルにかかるハイネ君。みんな行け。おお。そこにアルベルト君の指示でブラジルディフェンスが集団で襲いかかる。どんどん来い、今の俺は無敵さ。これはすごい。ハイネ君、信じかかったな、ハイネ。ここでアルベルト君ダッシュ。ハイネ君のステップの終わり際を狙って猛烈なタック。ハイネ君、体勢が悪い。これはかわせないぞ。来いアルベルト、俺は負けない。この大事な場面、俺に全てを託し、そしてドイツ国内で調子づいてた俺に、世界を目指すスケールの俺のちっぽけさを気づかせてくれた人たちのために、この勝負絶対に勝つんだ。な、何？えい、これはハイネ君の強引な突破。体格に勝るアルベルト君を吹き飛ばした。来い、ハイネ。マーガスさん、そうか、頼みます。ハイネ君、ゴール前にボールを上げる。そこにマーガス君が走る。俺の自慢のヘディングを食らえ。くそ、ここは俺が。そのマーガス君にレオ君が競り合い。来なよ、あんたのシュートを取ってもう一回カウンターだ。行くぜブラジル。なんとマーガス君、このボ…何？そのスルーしたボールにマーカーを外したシュナイダー君が走り。頼んだぜキャプテン。それならそれも面白い。シュナイダー、勝負だ。ケイジーニョ君、シュナイダー君に向かって飛び出していく。カルツ、ミューラ、シェスター、ハイネ、そしてマーガス、みんなの闘志が乗ったこのボール、絶対に。シュナイダー君、炎の右足を振り抜く。
ライダー君の全身全霊のファイヤーショット、世界のエースの一撃がブラジルゴールを貫いた。すごい若林、今のは。ああ、ついに壁を突き抜けたか、シュナイダー。ここで試合終了。歴史に残る大激戦は劇的な幕切れ。試合終了間際、エースシュナイダー君のスーパーゴールでピッチ上ドイツイレブンの歓喜が弾けば。ナイスシュート、あれは俺でなければ止められなかっただろうな。シュナイダーさん、やっぱシュートは俺よりすごいですね。ハイネやみんなの魂が乗ったボールだ。あれを決めるのが俺の役割さ。やったな、シュナイダー。あ、マーガスもナイススルー。わし顔負けの仕事だったぜ。シュナイダーがマーカーを外したのがチラッと見えたから注意を引きつけなきゃと思ってさ。ハイネも俺の意図をよく察してくれたよ。いつも言ってるじゃないですか、俺はそういうのに気づけて活かせるプレイヤーな。ハイネ、チェスターさん、世界一まであと一つ、よろしく頼むぜ。ええ、こちらこそ。みんな、俺たちは全力で戦い負けた、この悔しさを持ち帰って成長して次の大会で必ず晴らそう。最後のシュートすごかったな、指が全部いかれてるもんな。でもあれを取れたらかっこいいよな。ブラジルを優勝させる、そのためだけにクラブは俺をこの代表に派遣した。それなのに負けた。なぜだ、何が足りなかったんだ。そうか、分かったよ神様。もっと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 勝利のために全てを捧げろって言うんだ。俺はカルロス・バーラ、世界一のサッカー選手になることだけが今の俺はそれだけなんだ。カルロス、ブラジル負けちゃったね。仕方ないよ、これがサッカーだからね。僕たちは強くなっていますけど、それはドイツも同じみたいですね。ああそうだ、今さらそんなことを気にしてもどうにもならねえ。よしみんな、これから帰ってレッコのドイツに勝って世界一になるためにできる限りの準備をしよう。ああ、いよいよ明日は決勝戦。渡米してきた当初を思えばよくぞここまで来たものだ。世界一まであと一つ、ぜひとも彼らに勝たせてやりたいが。片桐君、ちょうどよかった、選手たちを集めてくれないか。これからミーティングを行おうと思う。三上さん、それが選手たちが誰一人部屋にいないんです。え？アメリカ、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、フランス、ブラジル、そしてドイツ。翼の言う通り、世界は広いのな。すごい奴らがどんどん出てきやがる。日本しか知らなかったわしたちは本当に井の中の蛙だったたい。ああ、アメリカに来て世界の奴らと戦って初めてそれが分かったぜ。最初のアメリカ戦、あの試合で俺たちは持っていた自信を打ち砕かれた。翼さんですら潰される相手に僕たちは何もできませんでした。そして次のドイツ戦、俺たちは本物の屈辱を味わわされました。カール・ハインツ・シュナイダー、世界には想像以上の力を持った選手がいるってことを。でも
その敗北があったからこそみんなは努力し始めた。見すぎ、ここまで来ちまったんだ。もう逆戻りはできねえ。俺たちは走り始めちまったんだ。世界という目標に向かってな。ヒューガ、そうだ、俺たちは日本で翼を中心に競い合ってきたが、これからは世界がその舞台だ。あ、どんなに苦しくたって僕たちはもう止まらない。ああ、俺たちの目標は、ああ夢はでっかく持とうぜ。みんな、俺感じるよ、今みんなの目標が俺が幼い頃から夢見ていた日本のワールドカップ優勝という一番大きな目標。その夢を共に見て共に目指せる力強い仲間たち、俺最高に嬉しいよ。よし、まず優勝だ。日本が世界一になるためにこのジュニアユースワールドチャレンジ必ず優勝しよう。みん、翼！おう、そうともよ。すげえやつらを全部倒して世界のてっぺんに立ってやるぜ。翼、明日のドイツ戦は中盤を抑えるのがどちらになるかで決まる。ドイツの中盤、ハイネ、シェスター、カルツはとてつもなく手強い連中だが、まず中盤を抑えた上であのシュナイダーと勝負だぞ、翼。みんなこんなところにいたのか。しかもその姿は、はい、明日のために最後の練習をしていました。監督、俺た明日勝って優勝して優勝カップを持って日本に凱旋する。そう行きましょうよ。かみんな、君たちの向上心は本当に恐れいる。大人の私たちが教わることばかりだ。君たちのその頑張りを私が無にするわけにはいかない。できる限りのことを私も、ああ、そのためにこれから宿舎に帰ってミーティングを開くぞ。はい、監督、ミーティングが終わった後夜食を食っていいですか。お前まだ食う気かよ。ああ、宿舎のおにぎりうまいからな。実は豆腐のお味噌汁もかなりいけるんだぜ。浦部、やっぱり豆腐屋の息子なんだな。うるせえ。やるな。よし。みんなの力になれるように頑張ろうぜ。どうした？Ha ha ha.